診断2022実行委員の門脇と申します。私からはモデルの予測結果の利用方法についてご説明をさせていただきます。私たちが運営しています診断2022というプロジェクトでは、今回皆さんに作っていただいたような深層学習モデルの予測精度を向上させるための研究を行う方のために、リーダーボードという仕組みを用意しています。これは診断2022のウェブサイト上で、参加者のその時点でのスコアが表示されるという仕組みです。皆さんが今回のプログラムを改善するなどして予測精度の高いシステムを作成されたときに、同じデータセットと同じ採点基準で評価をすることで、それぞれの参加者が作成されたシステムの良し悪しを公平に比較することができます。今回扱った診断タスクを解くためのシステムを作成していただいた方は、10月末までの期間、自由にシステムの実行結果を投稿し、スコアを確認したり、他のシステムと比較していただくことが可能となります。リーダーボードでは、本日取り上げた分類タスク以外にも、次回以降にご紹介します、属性抽出タスクやリンキングタスクについても投稿が可能となっております。リーダーボードへの投稿の流れをこちらにお示ししています。まず、Google ドライブから予測結果のファイルをダウンロードし、リーダーボードへの参加登録を行い、ファイルを提出し、結果を確認するという流れになります。これより実際の画面でご説明いたしますので、できる方はこちらのスライド、もしくは画面を見ながら一緒に行ってみてください。まず、Google ドライブから予測結果のファイルをダウンロードします。Google ドライブのトップページを開いてください。マイドライブの診断2022クラシフィケーションワークショップフォルダの中にあるリーダーボードプレディクション .json というファイルを開いて、右上のダウンロードボタンをクリックしてください。次にリーダーボードへの登録です。診断2022のスラックにアクセスし、診断2022というチャンネルを開いてください。画面上のピン止め関連ページから参加登録のリンクをクリックします。開いた画面の下にある参加登録のフォームにチーム名とメールアドレスを入力してください。また、その下の確認事項2つをチェックし、送信するをクリックしてください。その次の画面で表示されるアクセストークンは手元に記録をしておいてください。続いて、ログイン画面へをクリックするか、診断プロジェクトのトップページの中ほどからリーダーボードを探して、ログイン画面で先ほど控えたアクセストークンを入力をして、ログインボタンをクリックしてください。次にファイルの提出です。画面左のタスク1分類を開き、上の新規投稿タブをクリックします。投稿画面でシステムの説明を入力してください。それから JSON ファイルの欄をクリックし、先ほどダウンロードしたファイルを選択してください。ファイルが選択できたら投稿するをクリックします。しばらく待って新規投稿画面の上の方に結果が表示されますので確認してください。最後に念のため、リーダーボードにどのように表示されるのか確認してみましょう。タスク1分類の中にある分類のタブを開いてください。各チームのベストのスコアの結果が表示されていることが確認できます。投稿数が多くなった場合には2ページ目以降に表示されている場合もありますので、右下のボタンから次のページへ移動してみてください。私からのリーダーボードに関するご説明は以上となります。皆様のご参加をお待ちしております。